こんにちは、岡部拓也です。僕は、婚活をしているアラサー女子専門で、理想の結婚相手はどんな人なのか自分で鑑定できる方法を教えています。もしあなたが、婚活に、臆病でその第一歩を踏み出せないとか、なかなか声がねかけられないとかで困ってませんか？でもあなたが一言も話さなくてもですね、一瞬で、好きになるか分かったらどうでしょうか？もしその人があなたを、そうですね、に対して好きになってくれる人なら、アタックする勇気が出ますよね。では僕はその、応援をするためにあなた自身で鑑定できる方法を教えています。今日はですね、時をシリーズで、松岡正弘さんやってみたいと思います。時をって本当人がいいのが集まっちゃった感じがしますよね。さて、松岡さんの理想の恋人をですね、鑑定すると、まず何より先に言うべきなんでしょうね、これ。すごい面白い女の子が家をですね、とにかくくるくるしてて可愛い。全力で天然がいいようで、笑いの絶えない、なんかそんな女の子がいいようですね。頭の良さもどうでもよくて、ほんと常識あればいいぐらいで、顔の形的には面長ですかね。意外と、黒と白とかの服とか似合いそうな人だ。いいかもしれないですね。何でしょう。格好可愛い人なんですかね。目はですね、青ですね。カラコンもいいんですけど、多分、自然な色の方がいいですね。髪の色は黒なんですね。肌は白、もしくは日焼けがっちりしてるかのどっちかで、中途半端は良くなさそうですね。健康的で明るく元気であればいい。そして、今の気分とか調子とかが、そうですね、分かりやすい人が、いいようですね。喧嘩、したとしても、ちゃんと松岡さんがそういう、ところもね、理解してるので、長く愛されるんでしょうね。からかわれたりとかもたくさんするので、怒って体当たりとかもなんか好きそうですね。さて、今日の理想の、結婚相手鑑定とかね、はいかがだったでしょうか。結婚相手というかね、恋人鑑定ですね。松岡さんの好みを点数にしたら、あなたは何点だったんでしょうか。高得点ならね、もしかするかもしれないですね。それではまた次回をお楽しみに。